初めましての人とかとの仲良くなり方が分かんない。まず趣味を聞くんだよ。結構趣仲いい味？と思うけどな。あ、まふえさんはそうではない。いやいや、違う違う違う。陽キャなんだよ、それは。ちょっと陽キャすぎる、詰め方が。趣味はが？違う違う違う。もう仲いいと思ってるのは陽キャすぎる。陰キャの気持ち考えたことある？ うちだって、いや、うち陰キャじゃないけど、その、陽キャじゃないけど、その LINE がね、結構厳しいというか、壁結構作るタイプなんだけど、大会初に出るってことは壁がないというか、なんだろうな、いい子だなって思うから一緒にやってる。ああ、なんか好きだなって思ってやってるから、なんか、好きだなって思っなんかた。いい。なあ、よし、溶岩湖行くぞー。じゃあ、うちと仲良くなる会話しよれがクラスのギャルに距離を詰められた時の陰気の気持ちなの。あれ？うちも陰キャなんだけどな、多分。バラトナさんは美容が好きって聞いた。美容？美意識が高いみたいな。美容好き。俺も高いよ、美意識。モンタンも好きだよね、美容。まあ、好きですね。女の人みんな好きなんじゃない？そんなことないよ。気にしない人っているから。人との仲良くなり方わかんないな。でも気づいたらなってるよね。そもそも僕仲良くなるとかっていうね、発想があんまよくうるせえな。ない。ああ、すいません。もう自然に、自然にもう仲良くなってる。そう、仲良くなりたいんだけど、一緒に遊ぶ機会が少なすぎて、ちょっとね、難しいね。忙しそうだからな。確かに今月、先月と今月はちょっとえぐい。えぐい。えぐい。マスタンはご飯とパンどっちが好き？お米ってこと？お米かな。一緒じゃん。一緒か。それはよかった。ふりかけは？いや、なしだね。ふりかけなし派？なし派だね。一緒か。俺は喋らんとこ。仲良ふくりなってかもらってけね。さ、もしかけるとしたら何かける？野菜か卵。卵とあの海苔のやつ？一緒じゃん。一緒か。うちは朝ごはん食べない派なんだけど、マスターは食べる。いや、なんだろう、お腹空いた時に食べるから分かんないほな。ら、一緒じゃん。確かに。きっちり3食とかは食べない。一緒だ。一緒か。ご飯の話が好きだね。ご飯デッキなんか続くかなって思って。仲良くしてもらってね。ご飯デッキ。ご飯デッキで。ラトナさん、明日スケジュールは？明日の昼間2人でランクしよう。いいこっちはよ。敵に撃たれてる。明日の昼間12時くらい？オッケー。オッケー。僕は仕事があるので無理です。すよいしょ。よいしいょ。ませよいしょ。報告全然してないから頑張ろう。いや、多分報告とかじゃなくて、俺はね、なんかどう動いてほしいかとか言ってないんだよね。ん？ん？ん？ あ、待って、あれ？俺ミュートしなかった。あ、ミュートしなかった。
まあ、だから報告を頑張らないと。なんか素敵に欲しいのは、うん、なんか行く場所。ああ、行く場所。うん、なんかこれから戦闘中のかが分かるとやりやすい。ああ確かに。うん、確かに確かに。なんかあの、うん、なんだろう、目隠しされてついていくよりかはこの先これがやりたくてって知ってた方が安心する的な、うん、あーオーダーかいわゆる、うん、そうだね。うーん、なんか俗に言うオーダーか、オーダーか。オーダーしないからな、普段し慣れてない。ソロだもんね。うん、カスタム最初の練習の最初のダウンになっちゃったの悔しいな。マジ最初のダウン、最初のダウンだったっけ。最初のダウンだよ。いや最初のダウンから優勝に持っていくんよ。感動のストーリー、感動のストーリー。熱いな、それは主人公だ。最後チャンピオンやね。うん、いやそれは主人公だわ。主人公していこう、していこう。